サルバトーレクオモはイタリア料理人、実業家。1972年にイタリアナポリに生まれた。父がイタリア人、母が日本人。ナポリでイタリアンシェフとして勤めていた父に憧れ、11歳の頃より料理修行を始め、イタリアと日本、両方の国で過ごす。数年後、彼の父が1984年に千葉でイタリアンレストランを開き、 クオモは父と一緒に日本に行くことになった。その時代のことに対してクオモはあまり良い経験ではなかったという。日本のことがあまり好きではなかったです。たった一年でイタリアに帰り2から3年間料理学校で修行をしました。18歳の時に父が重い病にかかったため日本に戻り、それからずっと日本にいました。クオモによれば、 その時期日本でイタリアン料理が流行り始めた頃だったという。クオモと兄弟は日本でレストランを成功するには、日本の食生活をまず知ることが大事だと考えた。2年間市場を研究し、クオモはオリジナルなナポリピザを作る新しいレストランを東京に開店した。今では77点以上のピッツァ、サルバトーレレストラン、5点のザ・キッチン。 サルバトーレクオモレストラン、サルバトーレクオモブロズ、ボッテガカジュアルダイニング、カフェエールグラッチとイタリアチーバーバーを経営している。クオモは料理の鉄人や、料理の鉄人のアメリカ版、そしてワウワウのイタリアン料理番組ボーのセラに、ゲストとして、テレビ番組に何回も出演した。2010年にユーカシーニュースペーパーが、サルバトーレクオモと日本の名ショコラティエとして知られる。 辻口博信とコラボすると報告した。2014年3月に ANA インターコンチネンタルマンザビーチリゾート内に出展。2013年12月にサルバトーレクオモが運営するレショコラで H の辻口シェフがパリで行われた世界パティシエ大会サロンドゥショコラで最優秀賞を受賞。2014年2月にクオモは台湾で初めてレストランを開店した。 TVBS はクオモの台湾進出によって70ドル、000、0ドルの経済効果をもたらすと報じた。2014年5月、クオモのピザシェフ、ポール・ファンが台北市でカポットカップを受賞した。ポール・ファンは史上初めてイタリアンネオプロイテンピザヨロ、アソシテーションから認識された台湾人ピザシェフとして知られている。 サルバトーレクオモも防具台湾や台湾のテレビ番組に出演し、初の台湾人ピザシェフの優勝者が話題になった。2014年6月に台湾の雑誌バツアールがクオモを2014年に台湾に到着してきた最も重要な人物と認定した。現在クオモはワイズテーブルコーポレーションの副会長と CEO、エグセクティブシェフを務めている。 2010年6月に中国での初めての VPN から認識されたナポリレストランの成功後に中国の雑誌スイーナーファッショング学オモをナポリからの贈り物と名付けた2013年2月韓国の編集者14グックは韓国で初めてのサルバトーレクオモレストランが開店したのをまるで1985年に韓国に初めてピザが登場したのが 繰り返されているようだと書いた。料理評論家は、クオモが韓国でもピザを焼くための本格的な木材オーブンを作るために地方の名工を訪ねたと述べ、彼を大切なご褒美と呼んだ。2013年にクオモが運営するゼックス東京レストランがトラベルチャンネルのアンソニー・ボルデンの番組アンソニー・ボルデンのリザベーションズ東京から 日本のエリートの最後の行き先と断言した。2004年6月に ICF ワールドワイドイタリアン q g n アンバサダーから賞を受賞した。新鮮なイタリアン料理の支持者としてクオモは日本で最も有力のあるイタリア人として認定された。2006年、2007年と2008年にクオモシェフはナポリワールドピッツァチャンピオンシップで行われたインターナショナルピッツァフェスティバルで トップ3に入る。2009年にクオモは、イタリアとフランス商品をアジアに広めたためオルドルデコートで、シャンパーニュから武道修業界のプロモーション活動を認定された。2010年に、世界初モッツァレラブホラキャパナの大使の称号を得た。2013年に高質なレストランで、パルマハムを取り使われたためパルマハムプリシュートから、パルマハムスペシャリスト賞を受賞した。 2010N1 日本ピザグループ、ピッツァ、サルバトーレクオモ2012オルドルデコートでシャンパーニュ 2012N1 日本ピザグループ、ピッツァ、サルバトーレクオモ2013アプン、アジア大使2014パルマハムスペシャリスト2016ギネスワールドレコードインナポリ、世界一長いピッツァ。ありがとうございます。